こんにちは、高3のミスター Y です。本日は私たち高3の6年間の探究での学びを失敗体験を中心にお伝えします。題して私たちの失敗談というわけで始まりました。本日のテーマは私たちの失敗談、私たちが中1から高3までの6年間で起こった失敗談をお話ししようと思います。まず最初の失敗談はこちらです。参考文献の記入漏れ。探究の活動をやっていると本やネットのページに出会う機会が何十回、何百回、何千回とあります。参考文献は探究発表会の際に作成するポスター、スライド、さらに高3で論文を執筆する際必ず書かなければならないものです。青少会地の図書カウンター前に置いてある情報カードにしっかりと記入してしっかり保管をしておきましょう。続いての失敗は論文提出ギリギリになっちゃった問題です。これはおそらく高3生の多くが直面している壁でしょう。何を書いたらいいのかわからない、書かなければいけないと分かっているのに結局締め切り日になってしまったなど、小学生が夏休みの宿題を最終日までやらないでいる、そんな状態ですね。論文は計画的に、そして逐一情報を蓄えつつ完成させましょう。そして本日最後の失敗談はアイデアの発散と収束が難航してしまう問題。中1から高1まではグループワークでの活動がほとんどです。その際にアイデアがなかなか出なかったり、逆にアイデアが多すぎてまとまらなかったりして足踏みをしてしまうことがよくありました。解決方法としては前者は先生に積極的にアドバイスを求めてみるのがおすすめです。後者の場合はアイデアは出ているわけですから、アイデア同士を組み合わせてみるとそこからさらに新しい発見が得られるかもしれません。最後にこの話を聞いてそれでも失敗してしまった、そんなあなたにこの言葉を送ります。最悪の失敗は最高の思い出になる。この言葉を胸に探究活動頑張ってください。ここからは番外編です。本当に起こってしまった2つの最高の思い出を紹介したいと思います。1つ目はポテト事件です。このポテト事件は B 級事件といっても過言ではないほど高3生の中でも知っている人は数少ないです。これがどういう事件かと言いますと、当時中2の愛さんが職場体験で大手ハンバーガーチェーン店 M 社に行った際にお客様に提供するはずのポテトに多量の塩を振ってしまったという事件です。愛さんはお店の方に聞かずに塩を振ってしまったと証言しています。職場体験に行った際にはちゃんとお店の方に指示を仰ぎましょう。2つ目はこれも非常に不名誉な事件です。その名も東京研修寝すぎ事件。これは当時高1の私たちが AI 研修で東京に行った際に睡魔に襲われる人が多発し T 先生にお叱りを受けてしまったという事件です。この事件の原因は紛れもなく前日の夜更かしです。夜遊びしたい気持ちはわかりますが、しっかりと睡眠をとりましょう。以上でこの話を終わります。後輩の皆さん、私たちを反面教師にしてください。以上、私たちの失敗談でした。